こんにちは。こんにちは。今はお母さんとおばあちゃんとおばあちゃん家にいて、でせっかくおばあちゃんがいるし、ちょっとコラボ配信でもしようかと思ったら買い物に行ってしまって、で一言喋ってって言ってたんですけど、せんって言って言ってしまいましたっていう、めちゃくちゃノリで始めた、超ノリで始めた配信。普段全然寝転がりながら配信とかしないようにしてるんですけど、なんか始めてしまったので、ちょっとだけやります。しないようにしてるんだ。そう、なんかホテルとかでさ、遠征の時ベッド座って配信したりするけど、その時もそう寝転がってやらんようにしとる、なんとなく。なのになんかおばあちゃんち来たらなんかリラックスモードで、昨日は立って今日は寝る。確かに昨日は立って配信したんですけど、ちょっと腕がきついので何分か短めにやって終わろうと思います。今日はスペイベありがとうございました。イエーイ。ストーリーに載せたんですけど、フォンダンショコラを作りました。めっちゃ美味しかったけどね、もう甘々すぎて、なんか私がバニラアイスも載せるわ、あれよ、クリーム、生クリームも乗せるわって感じで、もう甘々甘々甘トッピングをしたので、ちょっと甘々甘々だったんですけど、でもめっちゃ美味しかったです。そう、てんこ盛りでした。そう、でもね、もう映えのフォンダンショコラにしようって思って、あの有名なクッキーもアンケートで、なんかトッピングを一人一人アンケートだったんですよ。でクッキーも用意してもらって、最高、普通に綺麗に作れてたね。そうなんですよ、いい感じに。なんか今日本当はフォンダンショコラ作りした後にお母さんと、せっかくね早い時間に終わるし、なんか映えなカフェでも行こうかなと思ってたんですけど、本当に胃もたれ、若干胃もたれをしてそう、カフェ行った後おばあちゃん家行こうとしとったんやけど、カフェ行かずおばあちゃん家行きました。でもね、そのフォンダンショコラ作りの時に近くのお店、カフェの方が差し入れしてくださって、でそのカフェで写真撮ったんですよ。それめっちゃ可愛いし、超映えじゃけ、そう載せますね、また。
嬉しいです、ストックできたと思って。ゆきりかが撮ってくれたんですけど、写真めっちゃ上手で、そう、なんかこの寝転がってる感嫌だなどうにかして座りたいけどプライバシーがこうやったらちょっと起き上がってる感ある？腹筋頑張れね、本当に。髪がシャキッと、こうやったらちょっとさ、ちょっと起き上がってる感ない？ないか、さっきよりはあるよね。ね、ちょっとあるよね、さっきよりはシャキッとしてる感。そう、今日メールでも送ったんですけど、私普通にワンピースにタイツ履いとって、で朝めっちゃバタバタしとったけ、おばあちゃん家行くけど着替えとかも持ってこず来たんですよ。そしたらお母さんが、あの私のパジャマ、このグレーのやつを一式持ってきてくれとって、マジで神天才、感謝、さすが私を熟知してるってなりました。そう、おばあちゃん家行くときは毎回もう寝起きのまま行くんですよ、パジャマのまま。そう、じゃけん多分おばあちゃんも久々に私のメイクしとる状態で会ったけん、ウォーってなってると思う。今はハイテクな方のおばあちゃん家にいるんですよ。七並べとかも超ガチ勢、七並べ2台、携帯2個持ちで両方で結構の上位にいるおばあちゃん家にいるんですね。で TikTok ももう入れとってさっき TikTok のいいねとコメントと、あの保存と再投稿の仕方を教えてそれもやってくれるって。ヤッホー、明日大阪ですね。そう、明日大阪、しかもそれも聞いてほしい。お母さんと車で行くときに、明日何時からライブ始まるんじゃろうねみたいな、なんか帰る時間がさ予想しよって、明日なライブ何時からかねって話しよって、いや分からんって一応なっとって、でお母さんも分からんねみたいになっとって、でおばあちゃんについて、明日6時半からライブじゃろみたいな言われて明日の話しよって、すごい、私とお母さんが全然わからんかったのに、おばあちゃんは明日の公演の開始の時間までそう知っとって、そうなんかね、私のあのカレンダーをね、あるんよ、カレンダーに私のなんかいろいろ書いとって、ナッツライブ何時からとか、公演何時からとか書いてくれとって、そう、え、大丈夫かな、あ、大丈夫じゃないあたしたち、ここにも結構
いろんな生写真がありますし、ここにはあのパネルとか、あとアイドルズのめっちゃ大きいポスターとか、めっちゃいろんな時の生写真があります。てか普通に座れたわ。意を決して座ったら普通に 座れた。韓国のお土産持ってきました、おばあちゃんに。クッキーとなんかコチュジャン的な辛いやつと、かわいいグミと、このハローキティのド派手な、なんかおばあちゃん元気だから派手な色にしようと思って、ド派手なモコモコ靴下と、あとキムチ。そう、おばあちゃんとお母さん買い物行って、私も行こうと思っとったんやけど、でも眠くてお留守番って言って寝ようと思っとったんやけど、なんかノリで配信始めてしまった。そう、サクッとやってサクッと終わります。なのでまた夜も配信するかも。確かに舞台挨拶2月17日に私が出演させていただく舞台コーヒーはホワイトで、様子伺ってる。そう、2月17日に私が出演させていただくコーヒーはホワイトデーの映画の舞台挨拶が開催されます。イエーイ。東京新宿で14時台と17時台の2回あります。なんかさ、下手か上手か分かるみたいなのがちらほらあったんですけど、わかんないので、決めれるってことかな、席わからんけ。でもね、なんと 2部、2時間、14時台と17時台とあるので、下手と上手と立っててください。
待ちしてます。確かに真ん中、真ん中だったら間違いないね。ワクワク。人生初？え、なんか人生初かと思いきや、え、あの一回、え、どこだったっけ、お台場の方の映画館で、あ、ほらあれが、え、STU のさ映画ありました？こんな感じなの、やばい。なんかあったよね。え、あったよね。そう、お台場で一回だけ STU の映画公開した。え、そうだよね。それ行きました。誰とだっけ、ミチュ、ミチュとだった気がする。ミチュがチュロスチュロスって言っとった気がする。そう、ミチュと一緒に挨拶行きました。そういえば、いや、でもなんかそんな演技をしてっていう映画みたいなのはないし、その時もなんかふわふわした感覚だったけん、実質初、いほぼ初って感じ。そう、そうそうそう、ドキュメンタリーみたいな。ですね。モテクイーン30位だって。待って待てこんなジャージ姿、待って待てってな感じで、そろそろ終わろうと思います。すいませんね、急にサクッと始めてサクッと終わるんですけど、ランキングを読みますよ。20位ヒロロンさん、19位ヌルディンさん、18位スカルさん、17位スミッチさん、16位フークロさん、15位ナマハゲさん、14位、あー、しかも順位変わった読めないと思ってた、順位変わった。15位の方まで読みます。スカルさん、スミッチさん、フークロさん、ヌルディンさん、ナマハゲさんで、問題がこのレザップ、レザップ、間違えてたら教えてください、ごめんなさい。レザップさん、14位ジムジムさん、13位星さん、12位宮川和幸さん、11位ユージさん、10位ミックさん、9位シロケンさん、8位キョンシーさん、7位マヤ太郎さん、ラッキーセブン。6位台湾のコウさん、5位釣りケンさん、4位久保哲さん、3位岡山アレンジさん、スイスイ、2位ちょーちゃんをどんどん愛していってます、愛したらごめんねコーラさん、ツーツーツー。そしてそして第1位はピラーピュン、辻田沙さん、イエーイイエ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 イありがとうございます、感謝のキャミです、イエイ、ありがとう。彼女感が満載の配信、あざっす、大好きですありがとう。確かにこの寝転んでる感じとか、このグレーなラフな感じ、髪もなんかめっちゃラフだし、ラフラフでした
楽しかったです。おばあちゃんと共演ならず。くそー、今日はおばあちゃん家で美味しいご飯食べてのんびり過ごしたいと思います。ということで皆さんありがとうございました。バイバーイ。多分夜もちょっと配信します。私の考えはメイクしとるときは配信するっていうあれなので、そう、じゃバイバーイ、ありがとうございました。バグなのか、バグなのか、コメントが表示されない。でもさ、普通にさ携帯で、あ、来た、コメント、びっくりした、さっきコメント表示されとらんかった。こんばんは。こんばんは。今日はのんびりね配信していこうと思います。もうコメント見えとる、やばい。あと6分後に TikTok を載せるので、その準備をしなきゃ。皆さん拡散の準備はできてますか？テロップ。てか今日私名前変えれるんですよ、あの TikTok の名前ついに変えれるんじゃけど、このアカウントを作ったのがね23時ぐらいなんですよ。じゃけそう23時ぐらいじゃけ、まだ変えれるかどうかわからんけど、なんか11日以降変えれますみたいな書かれとったっけ、よくわからんけど後で挑戦してみよう。今日の TikTok は昨日撮りました。ちょ確認する。いい感じ。やっぱり新しい方からそうなのよ、新しい方から。なんかさハッシュタグがさ未だに何つけたらいいかよく分かったらん。でもこれはとりあえず FYP、 なんかすごい海外のおすすめ乗りたいなみたいなやつとハッシュタグおすすめとハッシュタグ石田地方をつけています。 FYP、 選曲はいつもどう選んでるの？なんかいろんな YouTuber さんじゃない TikToker さんを見て、あこの曲いいなとかこの曲バズってるとか思ったやつを選んでます。よし、あとは時が来るのを待つだけ。今日は初めてちょっと引きの絵です。ちょっと引きの絵でございます。
もう TikTok ね、なんかすぐ投稿ボタン押したらすぐ投稿できましたって感じじゃないけ、59分ぐらいに投稿ボタン押そうかな。引きって言っても生写真で言ったら中生写真で言ったらいつもよりばっかりだったやん。じゃけ全身ってわけじゃないけど中、引きとよりどっちが人気になる？どっちなんだろう。私もよりしか投稿してないけよくわからん。投稿通知10分後ぐらいに来るよね。そうなの？じゃあもう投稿しようかなじゃあもう投稿しようかな。言うて変わらんか、どうせ10分後か。うずうずする。私載せれる状況になったやつはすぐ載せたいんですよね。もう58分じゃけ載せちゃおう。投稿ボタンポチ投稿。あともうちょっとで2000人じゃフォロワー。今 66%7% コメント返そうと思うので、皆さんコメントと保存と再投稿といいねとお願いします。一旦ショールームから離れてあ、できた、投稿できました。これをインスタとツイッターにあれします。なんか投稿してすぐはさ、なんかコピペできんのよね、リンクを。あなたの動画はレビュー中であるため今すぐシェアすることはできませんって言ってる。まだレビュー中になる。まだ投稿できとらんのかな。できとる？あ、レビュー中ってことはまだ投稿できてないってことなんじゃ。だってみんなまだ見れとらんじゃろ。まだゼロ再生回数じゃん。なるほどね。あ、1ついたっけ、できるんじゃない。あ、リンクコピーできた。じゃあストーリーとあれに、あ、ストーリーいつもねスクショしようよ。ここ、あ、いい感じのとこスクショできたのでストーリーに載せます。ストーリーできました。次は X ペーストして、なんか写真つけた方がいい。おとなしで載せよっかな。これもこれなんか音ありで見たくならん。これ見たらやつともやりました。お、天才。保存できとる？あ、できとる。
スイート、あ、できてる、グーできました。じゃあコメント見ていこうと思います。可愛すぎだろエレピー、今日も世界一可愛い、あざます。最後の決めがいいね、最後の決め、あ、ダーダーですね。可愛いダンス、そうこれ可愛いよね、ダンスも顔も可愛い、あざます。引きいいね、ダンス可愛い、最上級の中の最上級の可愛さすごい、トップのトップじゃん、ありがとうございます。やっぱり指先の動きが綺麗なのはチョウちゃん、すごい嬉しい、指先をね褒めてもらえるの。最上級に可愛いチョウちゃん嬉しい、可愛いアート、最上級に可愛い、あれの中では一番可愛いよ、これ大好き、嬉しい、ありがちょん、これ最上級に可愛いの、ありがとうございます。活発に動いてるチョウちゃん、確かにこれ活発に動いてるねTikTok1 活発に動いてるかも、極上、あざます。どんどん上手くなっていく、嬉しい、TikTok マスターになりますよ、最強に可愛い、 Thank you。 すごい最上級に可愛い系のコメントが多くて嬉しいです。髪型も可愛いね、髪型可愛い、ノリノリ、そうノリノリで踊ってます。シュキメロラブラブ、なるほどなるほどなるほど、一番かな、嬉しい、可愛すぎて駅で崩れ落ちました、すごい怪我しないで、引きいいな、引きいいね、いつだって俺の最上級、何よりでございますわ。そのうち全身も欲しいね、全身も取ろうと思います。ウケる、ショーパンに感動した意外と履くんですよ、今日もショーパン履いてましたよ、ショーパンというかワンピース、短めのワンピースでなんかショーパン履いてた、めっちゃ可愛くて悔しいドキセン来た、本当ですよ、アイドルさん可愛いですよね、最上級可愛いのチョウちゃんただ一人、うん、感謝、常に最上級を目指すのかな、目指します、可愛くて好きが増していく、キュン、一番、一番かな、と今43個コメントが来てた時のコメントをいっぱい読みました。 TikTok さ、コメントその順番にならんけんさ、悲しいよね、悲しい順番になってほしい、うん、皆さんこの保存もねお忘れなく、このここの保存ボタン、自分でもそう、ここ黄色に、あとその下の点点点のところを押したら再投稿っていうのが前の方に出てくるけん、それもお願いします。そう、保存忘れないでね、私保存よりコメント数が多かった時、保存しろやってあの こそっと思ってますフ誰や保存してないのは、保存しろやいや思ってないですけど、そうありがたいです本当に、コメントだけで本当にありがとうございます。でも保存も待ってます。キャラ保って危ない危ない、危なかった。保存したらどこに保存されるの、カメラロール、いや保存するとあるんですよその保存したのだけを見れる、なんか見やすくなるのがあるんです。そう、
自分のアカウントに保存リストができる。そう、それや、それです。なのでよろしくお願いします。歌詞の通り最上級に可愛いちょうちゃん、 Thank you。 さっき配信で踊ってる動画そろそろ見たい、書いたばかり、最上級に可愛いちゃん嬉しい。こういうね踊ってる動画はアイドルだからね、そういえば。じゃけん上半身で踊るのもいいけど全身で踊る系も出していけたらなと思います。可愛いの極み、嬉しい。最後の借金ってとか可愛い。そう、こういうダンスと曲超なんか可愛いですよね。かわいいこの曲。皆さんありがとうございます。ちょうちゃんチバースかわいいぞ、嬉しい。チバースダンス最高。かわかわ、ちょうちゃんのダンス好きです、嬉しい。この絵文字久々に見た。これからもたくさん踊ってみた投稿楽しみにしてます。のせるやでー。ウインクのとこでしょって。そう、私本当にステージでウインクしたことが多分ね、挑戦したことはあるんですよ。でも本当 1,2 回3回くらい全然したことなくって、そう。でももう TikTok は白目もするわ、ウインクもするわ、寄り目もするわ。私の目のファンも、目ファンからしたら目ファンからしたらもう最高コンテンツですよ。そう、皆さんこのいいねとコメントと保存、黄色その下のボタンとその最後の点点点の再投稿お願いします。今日さ見てほしい、なんか今日事務所でプレゼントを受け取ったんですよ。その中に迷子が紛れ込んでて連れて帰ってきたんですけど、この子かわいい、かわいい子ちゃんだね、かわいい、本当にかわいいの。これ見て、ベロ出してるの。かわいい、かわいい子ちゃんだね、かわいい。
これはジェラピケ出身のティッシュ入れなんですけど、あの犬めっちゃ可愛い。この反応さっきお母さんの前でしてこの声のトーンで可愛いってやったら紛れる気いいねって言われました。あのワンちゃん飼いたいっていう気持ちが紛れる気いいじゃんって言われた。それと飼いたいは違うけど可愛い。めっちゃ可愛い。超ときめいた超ときめいた超ときめいた。これをどうにかこうやってずっと配信で映るように置いときたい。めっちゃ可愛い、マジで可愛い。あのお手紙とプレゼントもいただきました。ありがとうございます。感謝でございます。かわいい、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 かわいい。このサイズ感がマジでワンちゃんって感じなんですよ。しかもこうやって抱っこしてたらもうマジでワンちゃん、ワンちゃんカモンって感じ。もうワンちゃんお願いしますって感じ。かわいい、癒されてます。単純。かわいいな。TikTok TikTok。 明日のせるのももう決めてます。明日のも昨日撮りました。さては最近暇あればずっと TikTok 見てるな。え、本当にそう。なんか昨日は1時半ぐらいまでなんだかんだ TikTok を撮ってて、でその後お風呂入って、でなんだかんだ5時ぐらいまでお風呂に入ってたんですよ。バカだからあのわけわかんないから5時ぐらいまでお風呂入っとって、で結局5時までお風呂入っとったら5時半ぐらいまで、5時半ぐらいにバタバタするじゃないですか。ドライヤーしたり、そのドアの開け閉めだったりで、その私がお風呂出た後の音に毎回お父さんが気づいて起きちゃうらしいんですよお母さんは全然起きんらしいんだけど、お父さんも起きちゃうらしくって、でその時間がいつもはだいたいまあ1時ぐらい、1時とか12時ぐらいに配信終わってお風呂入って、3時ぐらいにその音がねするんですよ。でお母さんに、お父さんがねいつも気づくけ、お母さんにいつも千穂が3時ぐらいまでゴソゴソしよったよって内通者がいるんですよ家の中に、親しいところに一番近いところに内通者がいるんですね私。で今日も5時半ぐらいにまだ起きとってバタバタガサゴソしとったことをお母さんが知っとって、なんで知っとんって言ったら、そう父さんが言いよったって言いよってすぐバレる。別に悪いことしてないけんね、全然いいんですけど、
つもそんなお風呂入ってるの？最近の平均は3時間ですね。そうこれ結構本当に冗談じゃなくって本当に3時間ですね。やばいですよね。普通に湯冷めするし、あのいつも暖房、お風呂の暖房を3時間で設定するんですよ。で、自分個人的な目標はこの暖房が切れるまでにお風呂を出ることっていうのを目標にしとんやけど、毎回暖房切れちゃってもう一回つけ直します。そう、今 TikTok のコメント欄見てる。この髪型可愛いよね。私あんまりやったことなくって、これさよくわからん髪型なんよね。ここは編み込みしてここで結ぶみたいな、なんかハーフツインではないけど2つに結ばれてはいるし、でも下の方じゃし、でも編み込みしとるしみたいな、よくわからん髪型なんですけど、ガス代めちゃめちゃ高そう。え、ガス代って何をしたら高くなる？暖房？追い炊きしたら高い？あ、追い炊きが高いんや。じゃあじゃあ私先般やわ、常習犯やわ。毎回追い炊きしとる。でも私的にはどうせあのお風呂に入ってなかったとしてもそれぐらい夜更かししちゃうんですよ、多分ベッドの上で。そうなるならベッドでゴロゴロするよりお風呂でゴロゴロした方がなんか体がポカポカするし健康的かなっていう理論があります。完全に夜型人間だ。確かにそうですね、夜型かもしれない。でもそんな夜起きとくけど朝も朝早くも起きるのでちゃんと、じゃけん夜型ハイブリッドかもしれない。追い炊き都市ガスだと100円、プロパンガスだと159円だって。でもそのお金を払ったら2時間3時間2、3時間有意義な時間を過ごせるって思ったらいい、良くないですかそう、だって温泉行ったら1000円近くするじゃないですか。乱発しようとしてる違うない、私的な私の感情気持ちそう、まあいろんな考え方がありますね。入浴剤は何か入れる？大体黄色いです、石だけはお湯沸かすときになんか黄色いの誰かが入れよる。柚子、柚子系。前まではちょっと前まではそのなんか塩、コストコで買ったなんか塩のめっちゃ汗出るやつ、ポカポカするやつみたいな使っとったんやけど、それなくなって今黄色。
昨日より視聴回数伸びるのがちょっと早い気がする。もう今 TikTok ノーです、もう本当に。今日も TikTok 撮る？いや今日は撮りません。今日撮ろうかなって思ってたんだけど、そう結構ストックあるし明日撮ろうと思って。何飲んでるの？これはコーヒー、コーヒーです。ホットコピー。今日の TikTok が自分的に一番好き。なんか今日のが一番好きって人さっきもいた気がする。やっぱ配信しながら投稿した方がいいのかな。明日はできんの配信、多分夜。明日はみちゅのソロツアーに出させてもらうんですけど、空き時間がねマジ私5時間ぐらい大きい声出た、ってぐらい時間があるので、その時間配信できたらしたいなと思うけど、多分まあ多分できんよね。多分できんけ、まあ、TikTok 撮ろうかなと思っとって、で夜も帰ってきよったら絶対できないんで、そう配信微妙かな。あ、投稿はいつも通りできます。すごい21時って本当にいいジャストな時間を選んだなと思います。なんか講演とかお話し会とか基本全部終わってる時間だし、で基本移動時間、お仕事の日でも基本移動時間なんですよ9時って。帰り寄るとか新幹線乗っとるとかのことが多いけ、そう割と時間遅れたりせず忘れん限り投稿できる時間だなって思います。明日大阪らしいものが食べれるかな。食べれそう普通にマジで嬉しい嬉しいし、みちのソロステージ多分結構見れると思うから楽しみ。明日の衣装ね自分で決めたの。私とおきちゃんがゲストで出させてもらうんじゃけど、何円以内で選んで URL 送ってくださいみたいな感じだったのね。で結構探して、でどういう携帯しようかなって、もうこういうのしようかなみたいな、ね、これこういうのかな、あこういうのかな
って思ってたんですけど選びました。お楽しみに。うん、こういうことはあんまないけん新鮮でした。にえたんごキスおめでとう。1万人達成おめでとうだ。めでたいめでたい超めでたい。本当にめでたい。ピーちゃんもお祝いしてますなんか実力がもう本当に実力も努力もだし、なんかもう全部研究生じゃない、研究生じゃないって思ってたから、ずっともうずっと前から。そう、嬉しいですね。そう、本当にレベル高いし、なんか前ダンスの先生に言われてすごい超納得できたのが、公演の時にみゆみゆがいるだけでいるといないじゃ全然違うみたいな。でみゆみゆ一人が醸し出すオーラとかダンスのハキハキさももちろんなんだけど、みゆみゆ一人がいることで周りのメンバーがなんか影響されてちょっと音取りが強くなったり、あの大きい動きになるっていうのを聞いて、確かにめっちゃいい影響。なんか一人そういうすごい人がおったら、パフォーマンスがすごい人がおったら、その周りのメンバーも影響されてどん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 上がっていくけ、めっちゃいいなって。そう、それ聞いてうお確かにって思ったよね。 2.5 期生のメンバーは全員本当にパフォーマンスめっちゃすごいから、すごいグループのパフォーマンス力の底上げにめっちゃなりそうだなと思います。めっちゃ上がりそう。今後の STU が楽しみです。実際私あの花だれ公演の結構初日、結構最初の頃、まだ始まったばっかりの頃に未知のポジションをあずみんがやっとったんですよ。でサングラスデイズ、未知がセンターじゃないですか。でアンコール明けサングラスデイズから始まって、あずみんセンターで私と福ちゃんが挟む感じのポジションなんじゃけど、ちょっとあの私一応先輩だし折り面だし、でもあずみんがすごいパフォーマンスがすごいことを知っとったけ、あもちろんみちもめっちゃすごいんですよ、みちもめっちゃすごいけど、あずみんと一緒にのステージっていうのがなかなかない中で隣でってだったけ、そうめっちゃ気合い、いつも以上に、いつも気合い入れてるけど、いつも以上に気合い入れてサングラスデイズした記憶があります、香川で。そう、そういうのが多分お互い、わかんない、あ私はあずみんを見てそうもっと頑張ろうって慣れたから、そういう連鎖がいっぱいあるといいですよね。そう、そうしよっこうか。
な、いいこと言ってるよっていっぱい来た。これみんな広めて広めて。石田千穂いいことを言う。さよ。もうちょっとこんなジャージじゃなくてさ、スーツ着てさ、バシッとネクタイキュッて決めてさ、なんかこうホワイトボードやりながら言えばよかったね。悔しい。千穂ちゃんの指先までの動きは秀逸。え、そう、私本当にファンの人にターンと指先までの綺麗さをたくさん褒めてもらうんですよ。でめっちゃ嬉しいし、自分でも我ながら綺麗だなと思うんですけど、でも指先が綺麗なのはその何意識しとるのもありつつ、私は本当にね、剃るんですよ。めちゃくちゃ剃る。人より何倍も剃るし、何倍もなんか手がなんか剃ることによってなんか躍動感この手の人よりさ、この手の人の方が躍動感あるじゃないですか。なんかこうやった時とかなんか分からんけど、じゃけんこれも相まって手が指先が綺麗って言ってもらえてるんかなと思います。本当にさ、なんでこんなに剃るんやろうね。だったらもっとね、もうすごいやばいぐらい剃ったらいいのに、やばいぐらい剃るわけではないんですよ。まあまあ結構剃るけど、やばいこれは世界的ビッグニュースだっていうわけではない。そう、 TikTok チェックタイム。すごいインフンでない。 TikTok チェックタイム、 TikTok チェックタイム。みんな見てね、いいねとコメントと保存とその一番下の点点点のとこ押したらあるサイトをしてね。あ、名前変えれるかやってみよう。名前変えれるかやってみよう。さてどうだ。あ、変えれません。変えようとしたら過去7日以内に変更しているため名前を変更できません。名前は7日に1回限り変更可能です。次回は2024年2月11日以降。じゃけ明日じゃ、明日以降というか数時間後から変えれるので、じゃあもうサクッと変えときます。変えれるようになったらサクッと変えときますね。嬉しい。でも嬉しい。あと数時間で帰れるなんて、あと何日も待たんといけんってずっと思っとったよ。1、2、3、4、5、6、7。確かに。でも毎日トーク始めて今日で1週間かも。わあ、シンプル石田千穂にしますよ。私は石田千穂なので。
そうじゃね、名前失敗せんようにせんといけんね。石田千尋とかにさ間違えてしちゃったらさ、1週間私石田千尋として生活せんといけん。いやでも分かるよ、ハートも可愛かったなとは思います。これでやるのもありなのではないかと思った節もありましたがまあ一旦石田千穂になります。石田千穂なので私は。え、嬉しい、再生回数がさ伸びるのが早い気がします。昨日より、昨日のはあんまり伸びませんでした今 TikTok 学びウィークなので。え、早い早い、今日早いよ。なんかね、やっぱショールームやりながらがいいんじゃない。え、早い早い、だって私ずっと見とったよ昨日新幹線で。あの1時間経ってもまだ1000行ってなかったよ確か。でも今日早い、だって今さっきまで1200だったのにもう1000は結構マジで TikTok 頑張るぞと思ってるので、今というかもう継続、これを継続して頑張ろうってそう思っています。ので皆さんもいっぱい投稿してくださったら嬉しいです。投稿なんか拡散とか、そう私が今パッと可愛い子を見つけるってなったらどこで見つけるだろうと思ったらなんか TikTok だなと思って、まあそんなんずっと前からじゃないですか正直。でもなんか勇気出んかったというか、そう自分マジで TikTok 世代じゃないもん、私もう超ミクチャ世代ミクチャ世代で育った平成ガールなので、そうだしほんまに TikTok 撮ったことなかったしって思ったけど、そう今なんかすごい STU は卒業とか続いとって新しくね STU を見つけてもらうってなったら何なんだ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 と思ったら TikTok じゃないやっぱりと思って始めようと思いました。挑戦そうなの、まだね衣装で撮ったことないけ TikTok 撮りたいですね。でやっぱり早く石田千穂に変えたいですねう
ブルースカイのパイオニアになりませんか。え、なんかそれさ、最近始まった SNS みたいなやつやろ。どういうやつなの。ツイッター的な感じ。ほぼ X。 あ、そうなんや。ツイッターの開発人が作った SNS。 へー、最近始めました私も。お、え、動画載せないやつ、ハッシュタグないツイッターみたいな、ツイッターもどき。へー、ツイッターでいいじゃん。猫ミームに乗っかろうか。そう、明日はね、猫ミーム載せますよ。さすが。なんと明日は猫ミーム載せます。わかる？じゃん、じゃんじゃんじゃん。猫ミームいろんな種類あるんですけど、ハッピーハッピーハッピーってなんとか、なんかそのうちの1個撮りました昨日。トゥントゥトゥントゥントゥトゥン。なんか普通に家をちょっと歩けば猫耳が見つかる家ってマジでアイドルだなって思いました。でも本当に昨日あの猫耳つけて撮ったんだけど、なんかこの猫耳いつ使ったっけみたいな。でも多分使っとんやけど、めっちゃ前に使ったような黒い耳で撮りました。なんか一番ナチュラルなやつで撮った。SNS に疲れんように気楽な感じで頑張って。そう、気楽にねやりたいんですけど、私気楽にやったらさ、もう週一投稿週一投稿とかになりそう。え、本当だ、石田千穂、千穂ちゃんファンに撮られてる。え、名前ってさ同じ名前にできないの TikTok って。調べてみよう。え、同じ名前にできないの。できるよね多分、わかんないけど。あのさ、ユーザーネームみたいなのはさできなさそうやけど。あ、できるできる、チホって人がいっぱいおる。あ、できそうできそう、よかったよかった。じゃあ大丈夫やな。TikTok 頑張れぞ。しょうちゃんのおかげで21時が毎日を楽しみ。嬉しい嬉しい、だって毎日でどんなことがあっても21時を訪れるからね。嬉しい、21時投稿頑張ります。とりあえず毎日投稿頑張ります。
私もやっと習慣になってきました。21時に近くになるとあ、TikTok って思うようになりました。いや、いつか寝るでしょはい、いつかは多分寝てやっちまったってこともまああるまあ割と未来見えるんですけどでも頑張ります。そう、ということでじゃあそろそろ終わります。ランキングを読みますね。20位演歌家さん、19位たかひろくんさん、18位やーのさん、17位たかぼんさん、16位かずきんさん、15位みっくさん、14位いぎーたさん、13位宮川和幸さん、12位ようかのさん、11位きょんしーさん、10位ガンスくんさん、え、これピーちゃんの鳴き声？うん、どこまで読んだっけ。まあいいか。11位からも。11位キョンシーさん、10位ガンスくんさん、9位20世紀ともちゃんさん、8位台湾のコウさん、7位辻田さん、ラッキーセブン、6位ブルーさん、5位グリオティーヌさん、4位勉強しろって叱ってサムさん、勉強しろー、あ、4なの4しちゃった、まあいいか3位ナルダさん、スイスイ、2位マサマサマス3回言いそうになっちゃった、マサマサさん、ツーツー、そしてそして第1位はピルーシュン岡山アレンジさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです、イエイ、ありがとう、ありがとうございます。ということで今日も配信、今日は何気に2回配信した、そういえばあのゆるゆるお昼配信もうありがとうございました。そう、実はずっとここにいました、お犬様かわいいねそう、このテンションでずっとおったら惹かれそう、でもまあ割とこのテンションになる、かわいいかわいいかわいいね、めっちゃかわいい、本当にありがとうございます、マジかわいい、超かわいい、かわいい、はい、ということでスクショタイム、あ、そうだね、ワンちゃんとスクショタイムして、見てね、はい、バイバーイありがとうございました、バイバイバイバーイ、おやすみなさい。これ結構私的にベストタイム、この時間にさ10時、あ、メール打ってから終わろう。今日はおばあちゃん家で食べた美味しいお肉のメールを送ります、今から。こ
ここ最近おばあちゃん家行くといつもね美味しい料理をいろいろ作ってくれたり出してくれてるんだけど、ここ最近はちょっとお高いお肉をステーキをが結構定番になりました。今日もお母さんとおばあちゃんと3人で肉を平らげました。美味しかった、マジで美味しかった、本当に神。メール打ってます今。縁起いい感じのメール打ってます今。お父さんはね今日ね行ってなかったんですよ仕事で。よし、メール打ちました。 STU メール皆さんぜひ登録お願いしますということで、さようなら。ありがとうございました。え、一個聞きたいことあった。TikTok で私が TikTok 投稿しましたっていう URL だけ載せるときと、今日みたいに音声はなしで動画 を貼り付けるときあるじゃないですか、どっちの方が見ようって思います？TikTok のアプリに飛ぼうってなります？今日のタイプの方が多いね。じゃあ画像じゃない動画載せよっかな今度から。動画載せたり動画途中まで載せたりしよっかな。イエイ。じゃあ、グッナイ、おやすみなさい。ありがとうございました。またね、バイバイ。